ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、チョウンたちを援護しよう。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がいい。そして倒すには腕輪の力が欠かせ。他の者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。ウヌは何を望む。オーディン、よくやった。その働き覚えておく。神明落とし敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。最強の武を見せてやる。エハチこれにやなんと勇ましき敵か。道は開かれた。みんな私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようだね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。真理の槍にてダンスを断ち切る。数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。見せてやる。その勢いに乗るのも一興だな。もはやこれまで。しか
せていただきます。いい筋肉をお持ちなんですね。じっと見ていたいくらいですね。合流できるとは実に心強い。さっさとユグドラシルに近づきたいところだ。まずは付近の幻影をどうにかするのか。海の輩よ、ナオエカネツグが相手だ。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。艦運長の刃受けていただこう。
人たちを守りたいから。ユグドラシルは私が壊します。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。私たちの未来、私たちの力で守ってみせます。ここは私が止めてみせよう。天下無双の術技、お見事です。私も頑張らなきゃ。そんじゃ進んじゃうかね。術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出せる。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かう。そんならわしは向こうを探したるわ。よやった、戦も始まるわ。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。共に打ちのめすぞ。よかろう。ユグドラシルに介入する隙があるだろう。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。そいつを見せてやる。一人の力は小さい。だが力を合わせれば人はいくらでも強くなれる。解は解けんな。
ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。ここまで成長すれば十分よ。ユグドラシルよ。あと一歩で願いが叶う。術が鳴る瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、すべてを我が手に。今よ。さあ、神を討ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思う。死してなお私のために戦うのだ。何を。あの木が急に力を失うとは。中で何が起きたか。この先へ進めばロキ殿と戦うことになる。戦が終わればまたゆるりと語り合えるだろうか。雪村、頼んだよ。かっこいいとこを見せちゃって。許さぬぞ、私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。迷うな。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。力を分けてやろう。私を裏切った罰。何度倒れようとその体が使えなくなる。人形として働け。私が倒れればオーディンは何度でも注ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力だが、分かるな。オーディンを倒すため、私を撃て。ロキ殿の言葉はつまり、オーディンが力を送り込むその瞬間を狙えばいいと。
初期お前の体はまだ使えそうだ。朽ち果てる私も盾として戦い続ける。ふん、普段生まれよ死者だ。すぐにあるべき場所へ送ってやる。無双の分を示さず。亡き兵士たち、私のために今一度戦え。私が終わらせてやろう。ドキド、あなたが私たちをここへ導いてくれたのです。私の願いはオーディンへの復讐。それを果たすのは私でも君たちでも構わない。信じて託してくださったということですね。そのご期待に必ずや応えてみせます。戦もはかどるわ。聖長、お前を信じてる。私たち世界救ってくれ。すまない、危機を救われたようだな。我が心にかけてここから巻き返そう。求めていた力をようやく手に入れたのだ。私が滅びるはずがない。滅びるはずが。力があれば全てを意のままにできるというわけではない。黙れ、人間ごときに何がわかる。力を持たぬ者にこの恐怖がわかるものか。ロキとも共に戦った日々、忘れはしません。あなたとはもっと違う形で会いたかった。君たちと友情とやらを育むのも悪くなかった。私全力で戦います。絶対に託された思いを叶えたいから。抱きそうな優しさ、私たくさん覚えています。お前は人間を甘く見すぎたよ。彼らの底知れぬ強さに気づかんとは。ゼウス、お前こそどうかしている。奴らの力などビビたるもの、塵にも等しき存在よ。俺もそう思っていた。奴らは恐ろしいふり、バカで応じてしまう。信頼できる存在。人間とはどこまで愚かなの。滅ぶ完璧な存在である我々になぜ立ち向かう。確かに人間は完璧ではない。だがそれは神も同じだからこそ互いに求め助け合うことができる。人は不可能を知らぬからこそ諦めずに戦い、限界を知らぬからこそ限界を超えた力を出せるんだ。私は滅びぬ。そのためにあらゆる力を、知恵を手に入れたのだ。滅びが怖いんや。残念だ。その時は確実に迫っている。強い力に反してどこまでも弱い心、それこそが貴様に滅びを招く。さすがにもう使えない。ドキド、ドキドのためにあなたを打ち果たす。この程度で信長は満たされる。目覚ましい活躍、無双と呼ぶにふさわしいな。ここで王道を閉ざされちゃうのかね。
終わらせてやる。この物語を終わらせるのだ。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思う。死してなお私。行け、人間の手でこの物語を終わらせるのだ。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直わからないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。私が援護する。人間謎にほだされるか。奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思う。死してなお私のために戦うのだ。何を。許さぬぞ、私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。きっと迷うな。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰が。何度倒れようとその体が使えなくなる。人形として働け。私が倒れればオーディンは何度でも捧ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力だから。分かる。オーディンを倒すために私を撃て。ロキどもの言葉は常にオーディンが力を送り込むその瞬間を狙えばいいと。亡き兵士たち、私のために今一度戦え。押されているか。こうしてブザマは去らせる。雪村頼んだよ。かっこいいとこを見せちゃって。ドキドキ、あなたが私たちをここへ導いてくれたのですよ。私の願いはオーディンへの復讐。それを果たすのは私でも君たちでも構わない。信じて託してくださったということですね。そのご期待に必ずや応えてみせます。バカ、この私。これでようや
いつか会えるじゃろ。こんな騒動はもうごめんだがな。本当にすまなかった。そしてありがとう。人の頃よ、なんじらに幸あらんことを。